はい、おじです。さあ、今回の動画はね、2020年2月の段階で最高峰の中華プロジェクターね、ビビマージュっておじい言ってるけどね、ビビマージって言いますね。ビビマージエクスプローラー3というプロジェクターです。当時、安くなってた時でね、3万円切ったぐらい、わーってね、嬉しい。3万円台半ばぐらいでね、大人気で売れていたプロジェクターになります。まあ、今みたいに、アホみたいに安くなかったっていうか、これでも安かったんだよ、すごくね。で、当時何ルーメンぐらいだったんだろうな、8000とかね、6000とかそんなもんだと思うんだけどもね、まあ、当時は、バッタンバッタンがないから、物理的なバッタンバッタンもないし、しっかりとしたオフセットで、3LCD でね、しっかりとしたプロジェクター、明るさもしっかりとあったプロジェクターです。今この状況、あっちは閉まってるけどね、この状況で今これぐらい映っております。で、電気を消すとね、まあ大体これぐらいはっきりとくっきりとね、明るく映っております。あの木なんかね、ほら綺麗でしょ、ね、ほら結構綺麗に書き込まれてるでしょ、ほらね、このプロジェクターね、すごくいいんだよ、ね、実力あります。おじいがね、 YouTube で一番最初にあの案件で紹介したプロジェクター第1号です、これね、本当に。まあ、当時まだエプソンの TW400 がまだこの部屋にあった頃なんで、でその後にね、TW400 がランプが切れちゃって、でホリニャーさんにね、引き取っていただいて、でランプを交換して今ホリニャーさんが使ってくれているということですね。でこれはね、そのホリニャーさんにね、これ里子に出すのでね、まあ安い中華と比べてみたいってことだったんでね、まあ、エプソンと中華の違いを見てみたいってことだったんで、まあ、こちらね、どれがいいって言ったらこれがいいっていうからね、これを送ります、はい。まあ、今時の、1万円台で売ってるようなね、そこら辺よりも全然こっちの方がね、ものがいいです、ね、で今回はこれ2023年今4月ですね、3年経ってます。さあ3年後の中華プロジェクターの今エースね、2万円台がもう主流ですね。そこのエースね、はい、こちらウイミウスの P62 になります。これが560アンシル目ぐらいだったかな、確かね、うん、で明るくて、結構オートフォーカス自動台形補正ねついております。すごいです。まあ2万円台のプロジェクターだったらもうこれ買っときゃ間違いないっていうね、そういうモデルです。逆に1万円台買うなら2万円出してこれ買おうよっていうね、おじいはそうお勧めしております。まあでも予算はね、これはもう本当人それぞれなんで、まあしょうがないんだけどもね、本当その違いはあまりにも大きすぎるということです。はい、じゃあちょっとこれね、三脚にちょっとセットさせてもらってね、まあインチキ種明かしがね、ないんだよということで、ちょっと今三脚の高さね、おじいの動画はノンストップ、これが売りなんで、ね、まあ、三脚の高さを出して、ね、で今からセッティングします。とにかく花粉のせいで鼻がほんとね、鼻が痛くなっちゃうんだね、本当悪い時期だ。あ、抜けちゃった。しまったしまった。よし、抜けちゃった。しまった。
またもう一回つけないと。よいしょと。こっち消えちゃった。もう一回つけないと。んで、ケーブル、HDMI ケーブルをつけなきゃならないので、長いの持ってこなきゃならないんでね。なかなか。本当にね、鼻すすってばっかりになっちゃう。よいしょと。で、長いね、検証用の長い HDMI ケーブルをね、今持ってきました。で、ちゃんと電源つけないと通信力するにはね、ちょっとパワーが足りなくなるんで薄くなっちゃう。過去にあったんだよ、電気つかないで分配してちゃんと映れないダメなプロジェクターっていうのがね、前存在していたんだよ他のやつはちゃんと映ってたのに。はい、それじゃあね、プロジェクターの電源が、今度プロジェクターの電源がバッテリーつけないと。ほんとね、プロジェクターの撮影ってすっごい大変なんだよ。鼻もうダメだ、鼻が限界。ああ、すっきりした。はい、それじゃあね、いくよ。多分分配でいけると思うので、あとはね、位置調整なんだけど、どこまで寄れるかなっていう、はい、じゃあ電気を一回消して、じゃあウェイミュースね、電源入れます。あ、電池がなかった。電池、単4電池、ちょっと待ってよ、単4電池入れないと。はい、これで多分いけるかな。じゃあいくよ、ウェイミュース入れるよ。おう、それぐらいできたか。さあ、起動が落ち着くまでね、お待ちください。ウェイミュースの P62、 左は560アンシルーメンです。右側ね、ビビマンちょっと調べてくるよ。当時どれぐらいだったんだろう。当時ね、ちょっと待ってよ、今動画を一生懸命再生してるからね。はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。今日は2月19日水曜日、時刻の方は16時23分です。ピヨピヨ。はい、今回はね、こちらの商品をオープンボックスしたいと思います。今回はバンダイレクトさんから提供いただきました。こちらはね、最新どうだプロジェクターになり、要はね、この場所がね、正面、やっぱりスピーカーはどうでしたか、変わってくるので。あった、6500ルーメン6500。過去の動画があるんだけど、明るさが6500ルーメンでコントラストが6000対1で紹介しております。はい、右側がね、6000ルーメンだよ、ね、すごいでしょ。で、ね、まあ同じようなところで今オートフォーカス合わせて、でHDMI の何番に入ってるのかな。
音はちょっとミュートじゃないとちょっとあれなんで。これはちょっと事件だ。これはねちょっと事件だぞ。これはやばい、やばい、これは事件だ、やばい。ビビマージュ、これね、これね、よいしょ、ちょっと待って、よいしょ、汚ねえからな。はい、当時6500ルーメンの6000対1でおじいが紹介してるんだけど、これね、これね、ちょっとショッキングな出来事だな。3年前の6500中華ルーメンの方が明るくて発色綺麗だね。やばい、これやばい、どうする、やばいね、ちょっとこれやばいな、ちょっと、まあピントも似たようなもん。これはちょっと衝撃的だね。最新鋭の 560RC ルーメン、多分1万何千ルーメンぐらいになってる。でも静かだよ、静かだけど、いやー、中古でオートフォーカスバージョンのアリクサがなくなった。じゃあここでいいや。これが P62 ね。はい、ビビマーチュ、ちょっと打ちましょうか。はい、思いっきりズーム閉める。はい、で P62、 ピント合って、ピント、はい。いや、これはね、事件だ。やばい。おー、これはね、ちょっとおじいもね、これは想像していなかったんだけど、こうやって正面から見ると、まあ、P62 の方が、まあ、くっきりしてるかな。でも色はね、どっちが重い。でこっちとかなんか綺麗に見えるな。うるせえやつらのこの背景のこの白さ、いやこれね、これね、からかい上手の高木さんはこんぐらいね。これビビマージュ、はい、で P62 のからかい上手ね、これぐらいかな。いやー、やっぱりね、3年前と言っても、その3年前の中華なんだけど、でもやっぱ当時のパーツはやっぱしっかりしてるわけでね。で最上位モデルだし、あのバッタンバッタンがないやつでね。まあ一方こっちは P60 に最新鋭の技術を使ってオートフォーカス自動台形補正もくっついています。でこっちはね、あの電子台形補正もちゃんとこの当時あったんだよ。この黒さがちょっと、こっちが青っぽい、こっちがちょっと紫っぽいっていうね、微妙な発色具合だけど、こっちの方が黒が沈んでるよね。発色はやっぱこっちの方が綺麗だね。
もしかしたら、まあ、K1 と比べたら負けるかな。 K1 明るいからね。でもこうなっちゃうと K1 と比べないとかな。いや、これはねちょっとやばい比較になった。おじいは想像していなかったこの結果を。いやー、この中華プロジェクター3年の月日の流れでこんなに違ったんだねっていうのをねちょっと想像してたけど、いやー、これ画面の大きさは同じぐらいなのかな。でも画面の大きさにそんなに大きな違いはないよね。そんなに違わないよね、大きく。でもあの縦見ると上の差と下の差でなんか大きく違うな。だからこっちの方がちょっと大きくなってるっぽいような気がする。だからね、画面の横幅を合わせないとちょっと正確には。でもね、フカキョンの髪の毛がね、こんなね、フカキョンのこの前髪のこのほら、わかる？これくらい鼻高してみるとこっちの方がね、なんかすごい尖った感じでシャープっぽく見えるんだね。全体的にあれ、今の男の子の髪の毛もそうだったね。ちょっと発色具合の調整がちょっと今のやつにならないかな。髪の毛が全然違った、右と左手。またね、これもそうだよ。ほら、白っぽいツヤがあるでしょ。こっちはツヤがないんだよ。ほら、全然ほら全く違うでしょ。ほら、全然違うでしょ。ね、これは山の色が全然違う。こっち側とこっち側はなんか日を浴びてるようなね色でね、発色具合が違う。どっちが真っ白っていうと、こっちの方が真っ白っぽい。こっちはどっちかっていうとなんか暖かい色だなっていう。この差はねすごく大きいなと思うよ。どっちが本物っぽいような白かなっていうと、なんかこっちの方が本来のなんか雪白っぽさかなっていう。こっちはなんかパルクで言ったら青系のやつの白のような、そんな気がします。まあこれはどっちがどっちかどっちか分かんないけど、アメリカ横断クイズのなんとかキャニオンとか見るとこっちの方が本物っぽいかなって感じはするけどね。もうこの光り方のこの日が五光が差しているようなこの感じがほら全く全然違う。3年前の6500ルーメンコントラスト6000対1、こんなに頑張ってる。だいかにね数字が盛られたり、その消費者ってその数字に振り回されてるかっていうのがねよくわかるでしょう。おじいが普段言ってることがわかる？本当ね、数字を見て買い替えたけど今持ってる何々とそんなに変わらないとかね、そういうレビューって結構あるんだよ。数字がどんどん大きくなってるから期待して買い替えたんだけどあんま変わらねえぞっていうね。いや、これはちょっとやばいね。ちょっと大きさをねちょっと合わせるために高さ調整したいかな。まあそこのちゃんと合わせたところでそんなに大きな差は出ないけど、でも高さ調整でいくか、P62 の方をちょっと、じゃあ雑誌をちょっと重ねようか。
まあ、すぐに行くかどうか分かんないけど、ちょっとたまたま今ここでゲームラボとかあるんで、ゲームラボ重ねれば、何冊か重ねれば、で、あとは奥行きも調整しないとあるかな。あ、ちょっと若干斜めになってくる。これぐらいは補正できないだろう。この斜めを補正できないだろう。まあ、もうちょっと前か。大きくなっちゃう。ちょっと待って。この、あのね、斜め補正が今度、ビビマージの方が曲がってるように見えるな。これもうちょっと前に持ってって、これぐらいかな。あ、これぐらいで、これぐらいで一緒かな。これぐらいで一緒だな。あ、ちょっと待って、やばい。落ちる、落ちる、落ちる。これぐらいで、ちょっとビビマジの後ろに持ってこよう。危ない、危ない。はい、これでね、ちょっと、斜め P62 の方が、え、どっちが斜めになってるんだろう。なんか右側の方がインチキっぽい。え、ちょっと待って、 P62 から、え、どっちだ、ちょっと待って、画面比率自動だけど 4D キーストーン、キーストーンリセット、ああ、これが標準だ。っていうことは、ちょっと待ってよ。こっち側が、でもだから、P62 の方が、おかしいな、おじい。もう台形補正は入れてなかったはずなんだけどな。メニュー。これおかしいな、ない、ホームボタンがない、かなり横になってるもんね。ああ、これが入ってた、これオフにしないと。それで一回リセットしたいんだけど、あ、リセットになった。よし。それで、リセットになったけど、今度は斜めなんで、本の上に置いてるから斜めなんで、本の上に置いちゃった斜めを、ちょっと、どうやって補正するかな。まあ、本の上に置いちゃってるんで、まあ、しょうがないな、この斜めはな。で、まあ、ほぼ同じ。ビビマージの方がちょっとちっちゃくなっちゃったかな。もうちょっと後ろだな。はい、まあ、ほぼ上の隙間と下の隙間を見ると、まあ、多分これで、多分ほとんど同じぐらいかなとは思います。はい、まあ、あとはもう、もう、あとは知りません。もう、できる限り一緒にしたから、もう、ね、これで微妙に違うって言われても、もうクレーム受け付けません。ね。はい。青がきれいに出てるのは、ウイメース。ね。明るさ、あ、でもね、岩の感じは P62 の方がすごい綺麗だね。これほら、岩の感じがほら、全然ほら全然違う。この勝負は、この絵は P62 の方が綺麗に見える。精細に綺麗に見える。これはね、水面のくっきりさは右の方が綺麗かな。ピントがこっち側の水面のこの方がちょっと綺麗かな。こっち側の水面はね、ちょっとぼんやりしてる感じがする。うん、
あと山、この山に対してこっち側はほらこうなんで、まあこの色はやっぱり右側の方が強いかな、この写真の場合は。これは P62 の方があれかな、この感じがこっちよりもちょっと綺麗に出てるなっていう感じはするね。うん、皆さんの目にはどう見えるねえ、3年前のねえ6500ルーメンと3年後の560アンシュルーメン、ね、ダメクソ鼻クソ50歩50歩でしょう。でフォーカス具合とかはこれぐらいの大きさ多分ベストで出てると思うけど、まだもうちょっと80インチぐらいまでいけるけど、これぐらいだとおそらくね50から60インチぐらいの大きさです。この大きさはね、後ろの43と比べるとまあ大体50から60の間だと思います。うん、でフォーカスも左はマニュアルじゃない、左はオート、右側は手動なんだけど、でもこのアレクサって言ってみてっていうのはこっちの方が文字がくっきりとしてる、こっち側のオートよりもこっちよりもこっちの方がくっきりしてるでしょ。でこの岩肌はこっちの方が本物っぽい、こっちはちょっとのぺーっとしてる、ほら違うでしょ。あとこの木、この木はやっぱ右側だね、こっちよりもね。うん、はい、一周回ったかな。好みはどっちでしょう。ホリニャンさん見てる？ホリニャンさんが選んだの一番大当たりだよ。ねえ、あのヨトンの Y7 とかあのねあの4つのグループもあったけれどもね、縦型のやつとかいろんなものから選んでいいようしたけど、これが一番ど正解だ。ね、でやっぱりこうやって見ると、ま、この漫画だとやっぱり右側の方が綺麗に見える、人間もその下の何あの女の子2人重なってるやつ、それも右側の方が綺麗に見える。で白も右側の方が綺麗に見える。白ったらウセヤセラとかバンダイってやつね、これね、このバンダイとかこのウセヤセラのね、これね、これがこっちよりも綺麗に見えるよって今言ってたの、このバンダイっていう、これがねこっち側のバンダイの方が白くしっかりと明るく映ってるよって話。まあ、このビビビダンスとね見た目が似たようなものね持ってる視聴者さんも確かいたと思うんだけど、あれ、だこういう動画見るとあえてなんか新しいのを飛びつこうっていう気持ちは消えるでしょう、ね、ただ長年使っててファンにゴミがくね、ほこりがくっついてブーンって音が大きくなったらコンプレッサーかなんかで飛ばさないと音は戻らないし、放置しとくと熱がこもってね調子悪くなったりとか、あとは液晶がねあの劣化していくので、エプソンは10年使っても劣化していなかったけど、あのまあ劣化はしてると思うけど目立つようなね黄ばみにはなっていないと思うんだ。だから中華の場合はねそこまでの長寿命はないと思うんで、まあそれをどう見るかなっていうね、まあ投資したものとね少ない投資でまあ、寿命をね短いとしても、まあ、そこをどう見るかってことだよね。今回の動画みんな参考になった方多いんじゃないの？ね、何度も言うけど
こっちはビビマージュは3年前の2月に紹介してるからね。3年と2ヶ月前におじいが紹介しているビビマージュ6500ルーメン6000対1です。最後のボン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 にね、ちゃんと出しとか見てね、それをね。でこっちは今年出たばかの P62 ウィメスね、560アンシルーメン、まあ1万5、6000ルーメンぐらいで出してると思うけど、まあそれがこの違いですね。ただオートフォーカス自動台形補正はやっぱすごいなと思うよ、本当ね。ただね、この文字の太さとやっぱくっきりした、これね、これ見た時にこっちはこれぐらいの太い字で白っぽく見えるけど、こっちはちょっと青っぽく細く見えるんだよね、ちょっとね、見え方がねちょっと若干違う、ね、黒の背景に白だと P62 の方がなんかちょっとこう文字が白いなっていう、青みがかってるから、白いかなっていうようには見える、ね、でもうるせえやつらっていうこういううるせえやつらどこ行った、こういう赤いとことかこういうところは右側の方が綺麗だね、まあ黒の沈み方にしても左の方がちょっと黒の沈みは負けてるかな。こっちの ここが黒いもんね。こっちは青っぽい、薄くなんかグレーっぽく青っぽいけど、こっち黒いもんね。黒の沈み方は右側の方がちょっと有利かなっていう思うんだよね。まあどっちもね、びっくりするような大きな差はない。こうやって2個比べないで、隣の部屋同士にあって、はい、こちらが A です、こちらが B です、どちらが綺麗ですか明るいですかって並べてなかったらわからないと思うし、プロジェクター本体を見せないで、今日遊びに来て見せてあげたのと明日遊びに来て見せたの入れ替えても全然わからないと思う、ね、そんな感じ。言い方を変えれば3年前のビビマージュの入れ物を変えて、でオートフォーカス自動台形補正くっつけたら、ファンをね、静音ファンにしたら P62 に化けるまあおじがよくいつも言ってる話だけどね、この画面はまあどっちもどっちだな。まあでもテレビで見てる発色合致に近いのは右側の方かな。左側はね、なんか白が結構スーパーホワイトっていうか青みがかってるので、見慣れてる発色は右側かなって感じするけどね。ね、これ参考になったでしょうね。グッドボタン押しておいてね、これね、はい、もうこのねビビマージュはね、一生者さんのところに里子に出すので、この検証はこれで最後になります。だったら K1 とも比べたいよっていう人絶対後から出てくるような気がするな。K1 と比べてみる？じゃあ、めんどくせえな、ほんとめんどくせえな。でもこの画面の向こうでみんな言ってんだろう、おじいやってって言ってるんだろうね。まあでも一個の基準としてさ、ね、おじいがこれ買っときゃ間違いないって当時言ってたけど、これを当時3年前に買った方は3年経っても負けてないってことだからね。逆にね、あの当時3万円だから3年経ったけど、あの3年前に投資した3万円は今でも互角に戦える実力はあるよってことなんだよ。で据え置きで使ってるんだから、オートフォーカス自動台形補正いらねえからね、こうやって明かりちょっとつけた状態で見てもだって右の方が綺麗だもん、そうでしょ。ね、まあどう映ってるかわからないけど右側の方がね、綺麗です。ね。
はい、そんなわけで、Amazon でねこのビビマージュ見かけたらねみんな顔下に行ったりしてねでもしょうがない、あの正直レビューだからね、あのぶっつけ本番だからさ、これがお重式だからね、うん、はい、じゃあ終わります。グッドボタン教えてね、別の動画も見てちょうだい。